ダービーは本当に、その地域のプライドをかけた戦いじゃないですけど、もうそのリーグ戦の中のただの1試合ではない、もうそれ以上の、このロンドンで言えばロンドンは誰が頂点なんだを決めるような、そういう価値のある試合でしたし、ドイツ時代も自分はハンブルグという街にいて、自分はザンクとパウリっていうチームにいたんですけど、そこでもハンブルガー SV っていう、ハンブルガーダービーっていうのを本当になんだろうな、その1試合にかける思いみたいなのは、選手だけじゃなくて街全体でダービーが繰り広げられてたので、そういうプライドを持った戦いなのかなと思いますけど。神奈川のこのフロンターレとの試合においては、J リーグでも本当に優勝争いをするようなチーム、リーグの中の1試合ではない、もう本当にプライドをかけた戦いだと思いますし、もう本当に決勝戦じゃないですけど、もう本当にいろんなものを背負って戦う神奈川の覇権を争うじゃないですけど、すごく好ゲームに常になっているので、こういう歴史がどんどん積み重なっていけばいいかなと思いますけど、川崎はもうとにかく技術が一人一人の、まず個が本当に高いですし、本当にどの選手が出ても攻守にわたってもうハードワークするし、その質も高いしっていう、すごく完成されたチームだなと思います。もう僕自身は本当に自分の長所であるスピードを遺憾なく発揮して、もうチームの勝利に向かってもう突っ走るっていう感じですね。いや、もうまず日産スタジアムの収容人数が、やっぱりアウェーの川崎よりはもうはるかに多いんで、そこがホームのサポーターで埋め尽くされた時の熱量とかパワーってものはもう計り知れないものがあるんで、それは本当に体感したいですし、そこから繰り出されるサポーターからの力みたいなものは間違いなく選手に影響するので、アウェーのチームにとってはそれが結構なんだろうな、圧倒されるところの一つでもあるし、確実にアドバンテージにはなるので、少しでも多くのサポーターの方に足を運んでいただいて、自分たちに声援を送ってほしいですし、本当に勝利を分かち合いたいなと思います。リッグ神奈川ダービー、7月15日19時、日産スタジアム。